それでは続いてのレースノービスクラスの決勝 A ビですね、8選手ご紹介していきたいと思いますので、次回の拍手でお迎えください。
がレースリーダー、九州クリア10周年。2番手にかけているのは上野選手、約3秒後方ですね。そして3番手には東郷瑠夏選手、かけている3番の現在3番手。さあ、ジュニアドライバー3名も頑張ってこの決勝レースに勝ち進んできました。大人相手に顔負けの走りを見せています。このグループもね、柴田博士選手と初めて1番の時は小さいドライバーは予選では見事このグループを勝ち、この決勝ランクでは高島メリアル選手、カーズランク5番が現在のこのレースリーダー、走行時間残り3分30秒。¡Vamos!